定刻になりましたので、ただいまから市長定例会見を始めさせていただきます。本日の発表内容に入る前に、この秋に実施する催しについてお知らせをさせていただきます。来る11月5日土曜日に3年ぶりの家康行列を開催すべく現在準備を進めております。今年は初の秋開催で、商工フェアをはじめとする秋祭りとタイアップをした例年とは違った行列となります。またこの日は全国革サミットやジャズストリートなども開催をされ、クルワエリアを中心に大きなにぎわいが期待できます。行列の新たな隊列として、上甲冑ワークショップに参加した市民の方々が、どうする家康岡崎大河ドラマ館の PR 隊列として、約半年かけて自ら制作した上甲冑を着て参加します。また武者行列では選考会に選ばれたさまざまな武将が登場しますが、今年の家康公役は今までで一番若い29歳、家康公と四天王役の平均年齢も40歳というぐっと若返った武者行列になりました。ちょうど家康公が岡崎で活躍された頃は19歳から29歳の青年期であり、大河ドラマどうする家康や本誌を盛り上げていくにふさわしい勇猛果敢に練り歩く若い家康公にぜひご注目をください。当日のコースや開催時刻、隊列など詳しくは10月21日付報道発表資料をご確認いただければと思います。はい、続いてラリージャパン関連のお知らせです。 WRC 世界ラリー選手権の日本ラウンドであるフォーラム8ラリージャパン2022がいよいよ11月の10日から13日にかけて愛知県岐阜県で開催をされます。岡崎市では11月12日土曜日に音川河川敷、ぬかた地区の林道などを舞台に世界最高峰の戦いが繰り広げられます。7月に販売を開始した観戦チケットは即日完売するなど、12年ぶりに日本で開催される WRC に対するファンからの期待の高さが伝わってまいります。チケットは完売してしまいましたが、この世界的な大会を市民の皆さんやチケットが買えなかったファンの皆さんに楽しんでいただくために、当日は籠田公園や桜の城橋、音川河川敷などで閉催イベント岡崎車祭り with フォーラム8ラリージャパン2022を開催します。詳細は10月14日付報道発表資料および本日お配りいたしましたチラシに掲載されていますが、ラリージャパン当日は当日の12日には生配信のパブリックビューイングをはじめ、豪華ゲストによるトークショーやラリーカーの展示、スタンプラリー、マルシェなど観戦エリアに入れなかった方も大いに楽しめるイベントを計画しております。桜の城橋ではデジタルアートナイトフェスティバルとしてプロジェクションマッピングも開催されます。また翌日の13日にも前日の WRC で実際に使用したコースを使ってのラリーカーの道場体験や、さまざまな車のデモランや展示など盛りだくさんの内容でお楽しみいただけます。ぜひ会場にお越しいただき、岡崎市で世界を感じていただきたいと思います。冒頭私からのご案内は以上でございます。それでは、事前にご案内しております一つ目になります、マンホール聖戦 in 岡崎の開催についてご説明をいたします。本市の下水道は大正12年に事業着手し、来年令和5年度に100周年を迎えます。これを機に下水道への関心を高めていただくための各種事業を計画しておりますが、今年度プレイベントとして11月26日27日の2日間にわたりマンホール聖戦 in 岡崎を開催いたします。マンホール聖戦とは、街中に点在するマンホールの蓋の写真を集める市民参加型のイベントです。民間主体の取り組みとして始まり、関東地方を中心に多数の実績がありますが、自治体とのコラボ開催は例が少なく、本市が全国で3例目となります。イベントでは参加者が専用アプリを使用してマンホール蓋の写真を撮影し、場所やレビューとともに投稿し、その投稿数に応じて付与されるポイントの数を競います。このイベントの大きな特徴は、市民が主体的に自治体サービスの改善や社会課題の解決を目指す取り組み、いわゆる
シビックテックとしての性格です。市内には約5万箇所のマンホールが点在していますが、それを管理する人材や財源には限りがあります。そこで新たな市民参加型の維持管理手法といえるマンホール聖戦を開催することで、市民の皆様にゲーム感覚で楽しみながらマンホール蓋のデータ収集に参加していただき、そこで収集されたデータを老朽度の把握や更新など維持管理に役立てることができます。またイベントを通して下水道の守り人としてインフラメンテナンスに参加することにより、普段なかなか意識することが少ない下水道の必要性や価値に共感共有の意識を持っていただければと考えております。この件につきましては以上でございます。それでは続きまして、滞在型観光ツアー街と暮らしを感じる岡崎ステイの実施についてご説明をいたします。本市と株式会社里夢は、宿泊につながる滞在型観光事業の一環として、観光ツアー街と暮らしを感じる岡崎ステイを実施します。本事業は昨年度開催したアイデアコンテストアーバンイノベーション岡崎における観光夜間消費額の拡大という課題に対し、株式会社里夢さんから提案され、同社を共同企業として実施に至ったものです。本市には魅力的な歴史資源が数多くありながら、それらの資源が一つの観光商品としてうまくコーディネートされていませんでした。また夜間まで岡崎を楽しむ魅力的なコンテンツの創出も多くはありませんでした。今回それらの課題の解決策として、岡崎ならではの地域資源を一つの物語として仕立て、朝から晩まで岡崎に滞在し、その魅力を満喫していただくプラン、町と暮らしを感じる岡崎ステイとして作り出されました。ツアーのコンセプトは、見る、触れる、語る、灯るです。岡崎城下町の歴史資源、文化、風情、地域の人などを五感で体感してもらい、本市にしかない落ち着きや温かさと触れ合ってもらうことで、親しみや心地よさが灯る、心身に明かりがつくような深みのある旅を提供することを目指しています。ツアーでは愛知県の伝統的工芸品に認定された三州岡崎和ろうそくを製造している2つの工房と職人さんを訪ね、江戸時代から岡崎の暮らしの明かりとして愛され続ける和ろうそくの灯火の体験や、岡崎市最古といわれる菅生神社で厄払いや厄除けの意味があるムクロジの種を入れたオリジナルのお守り作りの体験など、歴史資源や既存施設を活用した体験コンテンツが盛り込まれ、旅の結びはツアーオリジナル岡崎かつ岡崎ならではのディナーと和ろうそくの提灯散歩で締めくくられます。ツアーの体験者は地元の職人や事業者と触れ合いながら、本市の歴史資源を五感で体感することで、本市への愛着が生まれるものと期待しております。このツアーを手掛けた株式会社里夢さんは、ふるさとの夢を形にをミッションに、地方創生に特化した伴走型の地域事業プロデュース会社です。全国約40エリアで計画策定から事業の立ち上げ運営まで地域に伴走することを強みにしていらっしゃいます。今回の事業でも何度も岡崎へ足を運び、来訪者の視点から本市の魅力を掘り起こし、地元の職人や事業者の皆さんと一緒にコンテンツを作り上げていただきました。当初の狙いである滞在時間を長くすることによる宿泊客の増加や地元での消費拡大はもとより、定住者にとっての魅力向上や関係人口増加などを目指し、クルアエリアで進める公民連携の取り組みの一つとして、実証事業から本格実施へステップアップし、継続的な本市の観光コンテンツとして根付いていくよう、今後の事業展開にも大いに期待をいたしております。次に、岡崎版図柄入りナンバープレートについてご説明をいたします。岡崎版図柄入りナンバープレートということであります。大河ドラマどうする家康の放送による PR 効果が一過性とならないためにも、この機会を最大限に活用して
将来へつなげていくことが必要です。また将来へつなげることで地域ブランド力の向上、ふるさとへの愛着や誇りも醸成されると考えています。令和4年6月から8月に幸田町と共同で大河ドラマ放送を契機に、地元をもっと好きになってもらうためのアンケートに合わせて国土交通省が募集している地方版図柄入りナンバープレートの導入について伺ったところ、賛成意見の割合が 60% を上回りました。そこで若い方も含め幅広い世代に取り付けていただけるような洗練されデザイン性が高く地域にちなんだ特色のあるナンバープレートを導入し、走る広告塔として地域の魅力を広く発信していきたいと考えています。デザイン案について3案作成いたしました。これらは NHK 連続テレビ小説ちむどんどんのロゴデザインや鈴木、ハスラー、サントリーの特茶などの広告を手掛ける日本を代表するアートディレクターの小杉光一様に作成していただきました。小杉様は家康公の生誕地であり、市内各所において積み重ねられた歴史を大切にしている点について本市に関心をお持ちいただいており、今年の7月には市政アドバイザーとしてシティプロモーションツールとした地域ブランドを活用したデザイン戦略について助言をいただきました。各デザインの詳細について添付資料で説明いたします。1点目は Here we go 岡崎です。初陣の徳川家康公が着用した具足をはじめとする年代ごとの変遷を表しています。家康公先端地であるこの地域が全ての起点となって歴史を紡ぎ、歴史とともにみんなここから一緒に新しい未来へ歩んでいこうというメッセージが込められています。2点目は Follow your dreams 岡崎です。父と母家康公と38人の子どもたちをイメージした色の背景に、過去現在未来がつながっている一つの象徴として、この地域の象徴である初陣の家康公の兜を重ね、未来に向かって夢を抱き、みんなで夢を叶えましょうというメッセージが込められています。3点目は It's OK 岡崎です。岡崎市と幸田町を象徴するフレーズを新しさや多様性を表現するため、さまざまな書体で表しています。岡崎市と幸田町の頭文字を取って OK というポジティブなメッセージが込められています。ただいま紹介いたしました3案について、明日から11月20日の日曜日まで市民の皆様からの投票を受け付け、採用するデザインを決定します。投票は愛知電子申請システムで受け付けるほか、市役所や各所にも投票用紙を設置いたします。また岡崎城下家康公秋祭りや岡崎車祭りの会場においても投票を受け付けますので、ぜひ多くの方のご協力をいただけますようお願いいたします。なお、この図柄入りナンバープレートは岡崎市及び幸田町にお住まいの方の車両に取り付けが可能です。11月末に国土交通省へデザインを提案し、来年10月から交付が開始される予定です。この件については以上でございます。それではこれをもちまして市長定例会見を終了させていただきます。